しぶりに食べた。うま。わ、綺麗。なんかよく神社にあるような、神社にあるよね。なんかでもバラとかだよね。ちょっと違う。今こういうの流行ってる、うん、今のこと分かってないね。ああいうの流行ってんだよ。そうだよ。びっくりした。うん、今ここ誰かいると思ったらさ、覗いたら鳩がいたんだけど、あれいなくなっちゃった。あ、そうそう、ね、そこの鳩だ。ここでシュッシュッシュッってやってた。誰か隠れてると思った。鳥でした。こっから火がバーって出てそう。これ見て、ロープウェイがすごい近い。すごいざっこいな感じの模様が。ちっこいのもいる。錦鯉って言うとあれ思い出すわ。こんにちはってやつ。
丁寧にやってきたよ。釈迦様の、髪の毛とか入ってる。へえ。あ、そうなんだ。階段が多いね。わあ、でもこっからの眺めもすごい。わあ、こうすごいことになってる、あれ。バイキングかな。ほら、ぐるーって。一周しちゃうの。あれ絶対乗れないやつだ。うん。ここも綺麗な花が、いい香りがする。このちっちゃい鯉かな、ピンク、かわいい。チェックチェック。どういうことなんだ？コラボしてんの？綺麗。え、熊の実だっけ？熊の実かわいいよね。かわいい。あ、かわいい。ブーとカワウソと、あ、かわいい。何これ、あざとい。かわいい。あ、かわいい。近い近い。なんかスリスリしてるけど。かゆいのかな。え、あれ全部木。すごい。でもさ、上から出てる枝がさ、結構細いよね。半身太りした。太りすぎでしょ。え、栄養がすごいあるんだろうね。だってリップ塗ってるんだから。だって
ったでしょ。